ハリエニシダユレックスユーピアスハリエニシダは豆か豆赤に分類される植物の一種。西ヨーロッパイタリア原産であるが、広く移入され、日本にも外来種として定着している。ハリエニシダという和名は、比較的禁煙と言われるエニシダに似ており、ハリのような棘があることから名付けられている。英語の一般名はゴースであるが、ファーズとも呼ばれる。俗名のユレックスは、ラテン語の古名。 ユレックスにより、首相名のユピアスはヨーロッパのノイである。西ヨーロッパからイタリアが原産地となる。また、スペイン、ポーランド、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、コスタリカ、ペルー、ウルグアイ、日本、中国、インドネシア、スリランカなど世界各地に入分布している。枝先につく黄色い花高さ1.0から2.5メートルほどの常緑低木。 枝には緑色の鋭い刺しがあり、幼児には3から5小葉を持つが、成長により葉も刺しと化している。花期は初春と秋で2.0から2.5センチメートルの長径となる黄色い花を咲かせる。種子は蟻によって運ばれる。牧草地、低木林、樹園地、海岸、荒地、水路、湿地などの日当たりの良い場所に生育する。 繁殖力の強さ特助の難しさから2000年に IUCN 種の保存委員会が世界の侵略的外来種ワースト100に選定している。また日本では外来生物法によって要注意外来生物に指定されている。牧草地に侵入すると長い刺しによって家畜が傷つけられてしまう。刺しがあるため手作業で抜き取るのは困難である。こうした刺しの存在が 本種が侵略的な外来種と言われる理由の一つでもある。ヒーレや除草剤による駆除も施行されているが、毎度種子や根からの繁殖力が非常に高いため、簡単には根絶できない。ヤギを用いた点滴導入が有効であるが、ヤギ自体が侵略的な外来種ともなり得るため、扱いには注意を要する。オーストラリアでは、 公木用の垣根に利用する目的で導入したものが野生化した。日本では観賞用に導入され、1886年に東京の小石川植物園で栽培されていた記録がある。最初の野外への定着は1950年の横浜市に認められ、今では本州や四国に拡大している。ハリエニシダは、 イギリスの昔話の3匹の小豚ザスリーリトルピックズに描写されており、2番目の小豚が建てた家はハリエニシダで作られている。また、児童文学のクマノプーサンウィニーザプーでは、蜂蜜を取ろうと登った木の枝が折れ、ハリエニシダの貫木に落ちて、トゲだらけになる場面が描かれている。スコットランドのハリエニシダ。岡山理科大学植物生態研究室。 2015年6月20日閲覧。A.B. カジワラユージ。ヒースやコースイギリスの荒れ地を覆う植物。ホーラムリカ教育第4号。京都教育大学理学科。2002年。36から39ページ。A.B.C.D.E.F. ハリエニシダ。新入生物データベース。国立環境研究所。2015年6月20日閲覧。A.B.C. ハリエニシダ。 外来植物図鑑。農業環境技術研究所。2015年6月20日閲覧。種の保存委員会。IUCN とは。IUCN 日本委員会。2015年6月20日閲覧。ABC 自然環境研究センター編著。決定版日本の外来生物。滝安彦監修。平凡社、2008年4月21日。 ISBN 978から4から582542417ありがとうございます。